趙雲らは捕虜とした奪旗に案内させ、劉備が囚われているオロチの居城古市城に攻め寄せた。諸葛亮が趙雲らに試練を課したのも全て接近すら難しい古市城にたどり着くため。諸葛亮の大計が今実ったのだ。この戦いに勝てば劉備を、そして世界をオロチの魔視から解放できる。最後の戦いが今始まろうとしている。殿、今しばらくお客さんが連れてきちゃった。皆さん歓迎してあげて。私敵の動きに焦っています。これに乗じまし、ダッキーの手札を心理的に追い詰めてください。彼女を直接対決の場に引き継ぎます。我が力存分に味わうがいい。貴様はここで口当てる。せいぜい赤くがいい。敵将撃ち取ったり。その武力を我が側に継ぎます。せいぜい赤くがいい。敵将撃ち取った。私も続くぞ。お見事でございます。我が力存分に味わうがいい。私せいぜい赤くがいい。敵将打ち取った。鮮やかなお手並み。諸葛亮さん、お気持ちを。生きて帰っていく。刑事さんも準備しといてね。刑事に万全の状態。厄介ですね。彼らの準備が終わるまで戦闘に引き込んでください。奥の手を使っちゃうか。それ攻撃の通じない兵が大量に出現しました。遠方にいるダッキーが術を使っているとは思いません。であれば術者が近くにいます。我が力存分に味わうがいい。この勢いを大切にしましょう。見る頃に怪しいものを砦内で発見しました。それも大切でしょう。すぐに撃ち取りません。先生、我が子がいい。敵将を撃ち取り。その武力は我が子に魔法機関で無限図こいつら。皆も負けるな。もう勝利だ。怪しい兵士たちが突然消えました。兵士たちも恐れずに進んでいた。ありゃ、まいったな。現実も見破った。私我慢の限界。諸葛亮さん、刑事さん出陣して早く。
断絶とはいかんが。準備不足の状態で従来の力を出せないでしょう。あとは地下で敵を一掃してください。これ以上は手の真似はさせぬ。私と手合わせになろう。敵の兵器の威力が凄まじく支援できません。魔防機参上。大勢圧戻ってください。私と手合わせになろう。天下ご目の持ち込むか。今枝刑事が相手になるぜ。こっちも乾いたなるのだわ。寝るね。おい、かわいい金門の余を生み出す共感目が馬毛騎の槍を食らうがいい。出しては止められぬ。敵将を打ち取った。私も続くぞ。敵将を打ち取った。その武力我が策に欠かせません。出しては止められぬ。敵将を撃ち取った。私も続くぞ。撤退します。元を頼みました。敵将を撃ち取った。その武力我が策に欠かせません。素晴らしきお働き。魔法機ヘアヘア。いい戦だった。やばいまさに戦に迷うに突き上げる。あなたのエイキちゃん、この状況どうしてくれんのよ。貴様ごと命を守る。敵将を鮮やかなお手並み。この勢いを大切にしましょう。魔王をオロチに挑む資格があるな。出たけだオロチよ。クズどもに敗れることは許さぬぞ。大切にしましょう。Hey!
少々の顔を相手に見たようです。策も尽きたようですし、我らが報復する。シーレット、蒸発してるつもり。蒸発よ、皆も負けるな。こう競うのだ。あなたの手駒は誰一人残っていません。観念して劉備殿を返していただきましょう。よかろう、諸葛亮よ、我が城に入って。トン、今参ります。ここまで来たか。君臣の愛とは恐ろしいものだ。すまぬ、武器を捨ててくれ。そんな。殿ならばご自身を犠牲にしても臣下を救おうとなさるでしょう。この窮地にて命乞いするような方ではありません。君は臣を思い、臣は君を信じるか。その甘ったるい絆ごと我が消し去ってくれる。貴様ここで口を当てろ。頼む。我を倒せば劉備をくれてやる。さあ挑め。劉備を助けるな。お前殺す。ジャーナル魔王よ、正義の槍にて成敗する。素晴らしきを始めた。あなたが一人だったからです。あなたの力は強力でした。
しかし他人を信じなかった。兄者は俺たちと一緒に苦しみ戦もする。それが我らに力を与えてくださる。支え合って生きてる奴は弱くねえ。人は城、人は石垣、人は堀。親方様もおっしゃっていた。人とはどこまでも無い。皆、劉備殿、